の所管者月空の宮駅内、別宮の多賀宮に至る石段の右側、土宮に向かって、左側に鎮座する。別名は昇級。三重県伊勢市豊川町の伊勢神宮月空境,境内に鎮座する。月空の所管者4社のうち第4位である。伊勢神宮の所管者には、通常再選銭箱が置かれていないが、写真のように、下御精神社には、 最銭箱が置かれている。上、五星新社と下五星新社の構造はよく似ている。板垣の内側にある建物は、社殿ではなく、井桁の上に作られた、大井屋である。上、おいの大井屋には、新色が中に入れるほどの大きさがあるのに対して、下、追いの大井屋は小さく、中に入ることはできない。また上、 五精神社の板垣は二重であるが、下五精神社は一重であり、大家の大きさに対応して、低くなっている。下五精神社の構造に似た、囲い型埴庭が、宝塚古墳や行者塚古墳で出土している。祭神は下御一ち神。月空の五漁水の守護神、内氏は五漁水を組み上げる、井戸の守護神、水神とされる。 タガグルの崖下の小道に佇むことから、参拝に訪れる者は少なく、桜井勝之進は宿営長だった頃、下御精神者で静寂に浸るのを楽しみの一つとしていた。創建は不詳。富めゆき偶式帳には神社としての記載はないが、おいや御精神という語句が記載されており、上おいを指すものと見られる。道書には、おいに書という記述もあり、 上を意としたおいを表すものと思われる。別宮の中で、最も格式の高いタガグルには、近世まで、毎月6度の三毛を調整する、イミビア殿が、下空のイミビア殿とは別に存在し、五千が捧げられてきたが、明治時代に、下空の五千殿で三毛を備えることになったため、イミビア殿は廃止された。タガグルのイミビア殿廃止まで使われていた井戸はそのまま、残され、 下五聖神社となった。下をいは、上五聖神社の予備の井戸とされているが、これまで上をいが枯れたことはないという。ただし、大神宮所雑時期には、永生五年に上をいの水が枯れ、土偶の前の水、すなわち下をいの水を汲んだと記されている。上をいと、同様、神に備える水を汲み上げる井戸である。明治五年六月、京武将は、演起式神明朝及び、 遠略儀式帳に記載のない神社を一律に神宮所管から外し、渡来県及び三重県管轄に移行したため、下御精神者も神宮所管から離れることとなった。翌1873年に神宮寺町は許可を得て下御精神者と上御精神者を下宮所管者に復帰させた。1913年3月に大屋が作り替えられた。 ドグルから少し谷間の小高いところへ登ったところにある。ありがとうございます。